そうなんですけど、自分が運が強いって言ったら運が強いんです。で、昔のその、過去形でいう日本で一番のお金持ちは松下幸之助さんですけども、現在形でいうと斉藤一人っていうのは現代のお金持ちになるわけですね。実質所得ナンバーワンっていうのを10年ぐらい続けてきた人ですよ。銀座の日本割烹研究所というところ の、のトップの人ですね。自分で作った人ですから。でこの斉藤一人さんはね、面白いことを言っています。自分はとても運が強い人間なので、これからも実質ナンバーワンを続けると思うっていうふうに言ってるわけですね。ただその運が強いということをちょっと解説しなくてはいけない。それはこういうことである。もし街を歩いているときに頭の上から鉢植えが落ちてきたとする。それで足の甲にドンと落ちたときに足の甲が骨折したとする。まあ、そこから先は歩くのに骨が折れる。もう折れてるんですけど、その足の甲が骨を折ったとすると、多くの人は運が悪い不運だっていうと思うけれども、自分は幸運だラッキーだと思う。なぜならば30センチ違いで頭に落ちてこなくてよかった。頭に落ちてきたら死んでただろう。だから30センチ違いで足の甲に落ちてよかったラッキーだった、そういうふうに思える立ちであると。でもう一つ、朝出かけていくときに、下駄の鼻がブチッと切れたとする。それを多くの人は不運だ不吉だと言うと思うけど、自分はラッキーだと思う。横断歩道をこの下駄で歩いてるときにブチッと切れたら、そこで車にはねられたかもしれない、ね、その断崖絶壁を歩いてるとそこでブチッと切れたら断崖絶壁下駄で歩かないとそこでブチッと切れたら、だからこの人は前世が天狗だったのかもしれない。そこでブチッと切れたら断崖絶壁落ちたかもしれない。でその玄関でこれから出かけるときにブチッと切れたのは幸運でラッキーだった、自分はついている、全部そういうふうに言い換えることのできる人間である。だから自分はものすごくついていてラッキーだ。全てのことについて何が起きてもそういうふうに言い換えることのできる人間なので、自分は一生涯ずっとついているラッキーだと言えるというんです。今皆さんは過去一番の大金持ちであった幸之助さんと現在の一番の大金持ちであるその斉藤一人さんの共通項を聞いたわけですよ。今日参加費いくらですか？5000円。わずか5000円で、その大金持ちの2人の共通項を3分4分で喋ってくれる人って出会わないと思います。皆さんおめでとうございます。幸之助さんとひとりさんの共通項を見つけ出して、それを喋ってくれる人が世の中にいませんよ。普通その見出せる人がまず少ないのと、それを知っていてもわずか5000人ぐらいで喋ってくれる人はいないんだけど、しかもそれはテーマではなくて単に前置きとして喋る。これからまたちゃんとしたメインディッシュが出てくる。今は枝豆の話ですけど、この程度で得たっていう枝豆の話で5000円がもう5000円が全部クリアされてしまうような話ですが、でそれが分かってきたら、あれ結局そういうふうにものを考えていくと、ありとあらゆる事業なり人生なりが
好転していくわけねというのは皆さんの中でヒントとしてあるわけですよ。幸之助さんね、病弱だった、病気を与えられていた。で戦後なんかその軍部に協力をしたということで、いろんな電気製品を提供してましたから、軍部に協力したということで GHQ からちょっと睨まれたりして、いろんなとこ仕事上の制限を受けたりして、不運といえば不運なんです。でもそれを不運だと思わずに、より自分にとって楽しいものに全部作り変えていくような、いろいろ幸之助さんのことを調べていると、必ずしも幸運だとは思えないけどなっていうのが随分あるんですけど、それを全部幸運だ幸運だって言い換えられる人だった。でこれは親からそういうものの見方を教わったのではない。でそういう見方を教えてくれた師匠がいるわけでもないんです。幸之助さんはね、誰からも教わってないのにそういうふうにものを考えられる人だった。そういう魂の持ち主だったんですね、生まれながらにして。まあ一つだけ可能性があるのは、幸之助さんがタイムマシンに乗って現代社会に来て、小林世界の本を読んでそれで帰っていったっていう、そういう可能性はありますね。小林世界の本を読んでると考え方がそうなるんです。いちいち出来事についてあることは言わない。でそれを肯定的に、自分にとって幸運だったって言い換えていると、その動きや流れそのものが幸運で楽器なものになっていくということですね。で皆さんは今日その話を聞いてしまったら、もうこんなテーマはどうでもいいんですね。これでこれからの人生は楽に楽しく生きられるぞというので、これで終わりですかね今日は。今日のテーマはどういう話、まだ1時間ぐらいしか経ってないのか。じゃあしょうがないからこのテーマについて喋るか。今日初めての人が10人ぐらいいましたけど、この人一体何者かっていうの知らないで来てますよね。30人の人、全くわけわからずに来てる人どのくらいいますか。何にも知らないで来たんだけどっていう、いない。そっか、つまんないな。何にもわからない人がいると面白いんですよ。はい、わけわからずに来てる人っていうのは、たまたまね、あるところで座敷で6、70人集まるようなところでやることがあって、で20分ぐらい前に私着いたもんですから、一番後ろの座布団の上にこう座ってたわけ。そしたら70歳ぐらいの女性がキョロキョロしながら入ってきて、一番後ろの私に記憶に座ってたんですけど、その左側にちょっと座ったわけで、この人はキョロキョロしながらで私の顔を見ながら、何でしょうか、初めてですか。初めてといえば初めてその友達がいい話だって言ったら来たんですけど、その友達が来てないのでなんか不安なんですけど、今日どんなお話なんでしょうね。私は知ってますけど大した話じゃない。でもいいお話だって聞いてきたんですけどね、宗教じゃないんですかね。宗教じゃないことは分かってます、私も何回も聞いてますから。いいお話だって言うんですけどね、なんかどんな話なんでしょうね。あんまり期待しないね。大した話じゃない、そうですかとか言って世間話20分してた。で司会者が、じゃあ青函さんお願いします、はいっつって立ち上がった。快感。
すごい快感なの、そういうのが。もうわけわからずに来てる人が、もうそういう、そういうふうに、ああとか言ってるのが快感。わけわからずに来てる人がいると、今日は60万円の布団を売りますとか、青ざめれば、ゲーとか、嘘です、60万円の布団を売りますよ、売るのは20万円の印鑑ですとか。それは嘘です。本当に売りたいのは200万円の壺です。桜田の壺とかよね。そんなことを言いながら本当は水晶売ってるわけですよ。怖いですね。水晶はですね、水晶のあの大きさのものをコアで中心部で取ろうとすると2トンぐらいのものでやっと真ん中目1個取れるぐらいですね。原石で取ろうとすると、で、あれは練り物といって、全部粉にして、一旦全部粉にして、それを溶解させて熱で溶いて、それを型に入れて球体にしたものです。ですから純度が 99.9% の水晶です。 ありがとうございます。打ち合わせしてないのに、はい、体力がないから持ち上がらない。見える人は見てる。ガラスと水晶の違いっていうのがあって、ガラスは人間の姿形が縦に映ります。こっちが暗くて向こうが明るい場合は、向こうの人の姿がここに映ります。映るっていうか、まあ透き通るわけですけど、こっちが明るくて向こうが暗い場合は鏡のように映りますね。ガラスの場合は上下がぴったり、頭が上で足が下です。当たり前です。水晶は逆に映ります。水晶であるかどうかっていうのは、像が逆に映るかどうかで分かります。頭が下で足が上です。で、この話をすると必ず逆さまで逆さになってみて、何がどうなったら水晶なのかっていうのはよく分かりませんが、とりあえずこのままで見た方が分かりやすいと思います。で、練り物っていうんですけど、これが純度 99.9% のクリスタルです。だいたい電石から月齢から磨いて、これを1個取るとすると この大きさだったら200万ぐらいしますね。練り物でないと、本物だと。本物ってこれも本物なんですけど、で、粉を全部溶いて溶かして、それで入れたものは大体この大きさでね、安いところで10万です。で、通常のお店で20万で、高いところでは30万で売ってますね。で、私たちはこれ1万5000円かな。で、10分の1なので、だからとてもみんな喜んで買ってくれるんですけども、高いのは売りません。だから200万円の壺は売りませんけど、この数字はなかったか。実はこの水晶が、なんというか、まあ、人気が出て、あちこちで置いてくれっていう話になって、まあ、置くように、店の人が置くようにしてるんですけども、トイレにこの水晶を入れておくと、なんか入ってくる金額が違うんだそうですよ。
ブラシなど絵のあるやつを使っていると返ってくる金額がこのくらい、絵のない雑巾を使うようになるとそれにゼロが一つつくわけですね。ゼロが一個加わる。ああ、なんですかね。これで顔を拭かないようにしよう。忘れてしまって顔を拭くことがガイド陣によくありましたね、こういうのがね。鼻水木そんなことはどうでもいい。それで、トイレ掃除をするのにブラシを使ってするのに、ちょっと変えて雑巾にするとゼロが1個増える。で、この雑巾の代わりにトイレットペーパーだけで全部きれいにするようになるとまたゼロが1個増える。入ってくる金額も。で、このトイレットペーパーを使わないで素手で全部きれいにするようになるとまたゼロが1個増える。で、そこまでの話で終わってたんですけども、ある人がたまたまこの水晶を買っていってトイレに置いたら入ってくる金額にまたゼロが1個増えるようになったというので、そんな話があるんですよって面白がって喋っていたら、まああちこちでそういう面白い話が次から次と、仕事とお金がすごくスムーズになったっていう話が今ね何百例と報告されて、トイレに入れるとすごくいいらしいで、トイレ入れるっていうのは水槽の中じゃないんですよ。見えるところに置くんですよ。水槽の中はまだいいとして便器の中はかわいそうですよ。それで見えるところに何か水晶を置いておくと何か入り方が違うというので、今そのゼロが少しずつ増えていく。その素手でやってもこれで究極で終わりかなと思ったら、水晶を置くとまた一桁違うっていうので非常に面白がっていて、まあ、私の周りの人はみんなやってますね。で、ゼロが1個増えるっていうと、例えば2万円入ってくるっていうのが20万になるっていうと、まあそんなに大したものではない。でもここでゼロが1個増えると200万になる。で、もう1個ゼロが増えると2000万で、これはちょっとしたものですよね。でもこの2000万のところからさらにゼロが1個増えると嬉しいですね。ねえ、それは2万円が20万になるのと違いますもんね。2000万にゼロがもう1個増えると大きいですよね。で、私の話を好んで聞く人で、生まれて初めて宝くじを買った人がいて、それで10枚宝くじを買って、で私 あのデザインした財布にその10枚入れて、それで毎日ニコニコしながらありがとうありがとう言いながら素手でトイレ掃除をしていた。で、その宝くじの発表の日に友人から電話があって、発表の翌日ですね、新聞を見ろって叫んでるんですって向こうで。で、新聞見たけど何が何やら分からない、生まれて初めて買った宝くじだから何をどう見ろって分からない、とにかく銀行に行けっていうので銀行行ったんだそうです。で、なんかその宝くじをこう渡すと、向こうでパチャパチャパチャと向こうになんか画面が出る機械に出るんですって。で、向こうの銀行員が見て、ああお客様当たってますね、宝くじが当たった、生まれて初めて10枚で、青函さんの言う通りにトイレ掃除をしながらニコニコ歌ってありがとう言ってたら当たっちゃった。で、生まれて初めて買った10枚ですよ。だから今300円でしたっけ、300円かける10枚だから3000円、3000で当たったって、いくらぐらい当たったんですかって、このくらい当たりました。20万え、もうちょっと上です。200万ですか、だって私3000円しか使ってないのに3000で200万も当たったんですけど、もうちょっと上です。
2000万と思ったら足が当たったら増えたそうです。2000万当たったらもう一桁増えです。足の震えは止まったけど気を失った2億当たった。その人生まれて初めて、はい。でその人は翌年500万当たってて、その翌年1000万当てて、その翌年また500万当てて、4年の間に2億2000